ピシャニミニ867画目、スナッチャー41画目です。ドゥーン。はい、病院に、王林病院に来たところですね。王林病院、王林動物病院見ましょうか。このスペースは待合室のようですね。はい、黒金さん、倉掃除さん、鈴田さん、いらっしゃい。みんな小動物を抱いてますね。和子です。五個目さん、いらっしゃい。思ったより小さな病院のようです。和骨です。みんな小動物を連れています。かなり裕福な人たちに見えます。バーソーさん、いらっしゃい。オウム、覚えられる言語容量を拡張した大容量オウムですよ。英会話や何かを記憶するときに再生用としてよく使われた種です。そんな思えるのか。同じことばかり言ってます。記憶チップが壊れたんでしょう。黒金さん、ありがとうございます。記憶チップ搭載。マゼランティック神戸ペンギンですよ。33年にアボリッツ社が中井戸用に品種改良した合成種です。農協牛乳さん、10万石さんです。この気候でも元気よくぴょんぴょん跳ねています。10個目さんでした。あれはサマーソルトキック。サマーソルトキックやってる。何です。妙見さんでした。いや、なんでもない。わらわら、サマーソルト、あれサマーソルトだ。生体改造済みのハミングドッグですね。この生態改良によって犬の騒音公害が解消されたのは有名な話です。ペンギンを飼ってもいいんですね。さすがハミングドッグ、おとなしいですね。なんか改良された、寒いとこじゃなくても生活できるように改造されてる。ここのオウムさんとか犬さんもみんな改造されてるみたいですね。ハミングドッグね、おとなしくされてる。猫もかな。ポシェットペットです。女性のバッグ兼ペットとして昨年に大流行した有袋性の合成生物です。あ、これも猫じゃなくて、なんかポシェット、バッグにもなる。3年B組、ドンパチ先生さん、いらっしゃい。ねえ、猫はバッグになってる。これはそのシリーズの猫化でしょう。コタマ、コタマはちょっとね、怖すぎない？怖いね。おしっこの匂いがしそうだけど。袋の中を怪我してるようです。ポシェットペットにはありがちな現象です。まあ、カンガルーみたいなやつかね。猫にカンガルーの袋がついてるので、ね、アガトダイモンさんですよ。女性の化粧品が服内を傷つけるようです。かわいそうに、女は化粧品となると目の色変えるからな。そういうこと言うから女性の心を傷つけるんですよ。調べる。正面が病院の受付ですね。この奥が診察室みたいです。赤戸大門さん、ありがとうございます。みんな ID を持っています。正規のネオ神戸市民のようです。怪しい人物はいません。動物たちは首輪や登録証をつけています。動物たちはペットのようです。凶暴性のあるペットは必ず首輪をはめるか、カゴに入れて連れてきてくださいと書かれています。ペットに関する保険や予防接種の貼り紙があります。ザコ。森さんが一番さんいらっしゃい。鈴名さん、ありです。遠慮します。動物はロボットの天敵ですから。感知、ここでいいんだよね。私は死にません。本当にうるさいやつですね。カンチ、ここでいいんだよね。私は死にましぇん。あー、うるさい。飼い主が ATD 飲みすぎですね。何？ ATD？ アンティークトレンディードラマの略です。前世紀に流行ったドラマが再放送されているんです。はい、24個目されちゃい。カンチとかいうのがあったんだよね、多分ね。私は動物は苦手です。ローラ、ローラ、レオやめて。なんてドラマ見てたんだ。
あ、泣いた。私は動物は苦手です。一応犬の鳴き声するんだけど。猫。なるほど、聞く。この辺りでスナッチャーの噂を聞いたことは。心配ないわ、我が家は犬を飼ってるから大丈夫。この病院もそうでしょ。スナッチャーって犬を嫌うんでしょ。お前に人権なんかねって言ってたら大したんですよね。伊賀さん、森さんが一番さん、ありがとうです。確証はありませんが、匂いに敏感な動物には見分けられるそうです。そうよ、だからペットを飼う家が増えているって話よ。大丈夫よね、動物たちの前には姿を現さないで、現さないでしょ。スナッチャーですって、あんなの本当にいるんですか。ちょっとすみません、オリン病院について心当たりはありませんか。オリン？ここはオーリン病院ですが、違いますか。そういえば右側の動物は猫ですか。ここじゃありませんよ。猫、なんか袋、カンガルーみたいに袋がついてる猫らしいですよ。バッグの代わりになるというね。で、袋の中を怪我してるという感じですね。ここは何の病院ですか。あら、知らずに来たの。ここはペット専門の病院よ。気の毒だけどロボットはダメみたいよ。私は病気ではありません。正常です。ここの先生、腕の方がの評判がいいのよ。最近優秀な獣医さんって少ないから。この病院の先生はどんな。遺伝子操作免許も持ってる公認医師よ。ここくらいよね、予約なしでこの子たちを見てくれるのは。免許を持ってる公認医師か。動物好きな立派な先生よ。腕の方も確かだし。それはあれだね。病気のやつはみんな病気じゃないって言うんだよ。動物たちの匂いですよ。なるほど、この匂いだったのか。一種の公害ですね。くんくん。いや、臭い。あ、臭い。ん、くせえ。このネオンサインの病院を探してるんだが。これはここのネオンサインではないわね。よく似ているけど、似てたっけ。何や。本当よく似てるわね。でも違うんじゃない。よし、じゃあまあここはあれだね。特には似てはないな。似てはないよね。直接遺伝子操作はしないけど、治療の方は安心よ。アブリッド社のサービス店でもあるわ。生命倫理監視協会の正式認定病院でもあるの。じゃあ安心だね。特にもうないね。さあ、よその病院じゃないですか。よし、じゃあ出そうね。病院の正体を突き止めましょう。あれ、まだもう分かってんじゃん。正面動物病院で分かってるじゃないか。他に何があるの？調べる？なんか見せるのがあるのか、これ。見せる。何です？新しいペットガム？警察の方なんですか？どの方に？ワコスナッチャー。タカさんいらっしゃい。受付のお姉さんがいます。診察の手続きをしています。保険が効くみたいだな。闇病院ではないようですね。スナッチャーは犬を嫌います。とてもここがスナッチャーのメンテナンス病院とは思えません。ここは間違ったようだな。捜査は振り出しに戻ったというわけか。悲観しないでください。ペットが待って食べれるペットなんですかね。トライサイクルに戻りましょう。ペットが食べるかもじゃないですか。王林病院か。残念ながら見当違いだったようですね。そうだな、行くぞメタル。
ワンコの骨ガムみたいなことかな。そんなことでしょうね。この世界だから怪しい。電話だ。本部からの緊急回線です。なんだって。つなぎます。ギリア、やっと捕まえたわ。さっきカトリーヌから電話があったの。あなたに渡したいものがあるって。渡したいもの？なんだろうな。なんだかひどく怯えていたわよ。アリスが吠えるって。いつだそれは。30分ぐらい前よ。しまった。ギリア、急がないと。カトリーヌが危ない。よし、ギブソン家に行くぞ。ギブソンの家に急げ。ギブソン家までの自動交通システムを最優先に変更しろ。了解。カトリーヌ、無事でいてくれ。それではジャンジャック・ギブソンの家へ向かいます。というかメタルギアに連絡入れられるようにすればいいのね。電話があるんだからね、メタルギア。なんで メタルの方に連絡入れないんだ。メタルの方に、メタルから電話でできるのに。44号線でしょ。何してんの、まったく。ジャンジャック・ギブソンの家に着きました。どうします。どうしますやだよ、車降りるんだよ。ギリアンが来ても来なくてもカトリーヌにとっては危ないですね。ジャンジャック・ギブソンの家に着きました。どうします。どうしますやだよ、入るんだよ。ノックノック。カトリーヌいるかい。返事がありません。カトリーヌ、カトリーヌ、返事がありません。ドアを調べてみましょう。あれ、鍵がかかっていません。鍵がかかってない。48個目されない。何色。ではドアを開けますよ。いいですか。いいぞ、開けてくれ。オープン。ギブソンの岩に入りました。カトリーヌ、彼女はどこに。カトリーヌが見当たりません。心配になってきました。誰もいません。神隠しにあったみたいです。テレビや情報端末がついたままです。ついたまま。衛星放送や情報チャンネルが流れたままになっています。つけっぱなしで出れたと思いだな。シエルさんにしよう。電気もつけっぱなしのままです。カトリーヌはどうしたのでしょう。人だけがいなくなったような感じですね。モニターが熱を持っています。つけっぱなしなんでしょう。情報量のカウントもかなりの額になっています。あ、金取られるんだ。よし、ベイさんじゃない。宿屋のホテルみたいな。あれ、窓と思っていたらこんなところに棚がありました。どうして気がつかなかったのでしょう。棚がある。棚の上に家の模型があります。オルゴールになっていますが中には何も入っていません。ダイヤル Q2。 家の模型が載っているだけです。サイズもぴったり収まっています。窓というよりはガラスブロックを埋め込んだ棚ですね。庭の木に見えます。通信重量性なんですね。ギブスン家の完全なミニチュアです。キャスト製ですがよくできています。ギブスン家の模型があるとは知らなかった。中に何か入っていたようですね。和骨です。このミニチュア操作に何か関係あるのかもしれん。53個目さえいらっしゃい。ジャンは家を探せと書いてましたから、このことかもしれん。それよりもカトリーヌを探そう。カトリーヌが心配だ。呼んでみようか。そうですね。カトリーヌ、カトリーヌ、いるかい。俺だ、ギリアンだ。返事がありません。聞こえないんでしょうか。それともセクハラを恐れて隠れているのでは。カトリーヌ、カトリーヌ、いたら返事をしなさい。やはりセクハラを恐れて隠れているのでは。聞こえないんでしょうか。カトリーヌ、カトリーヌ、いたら返事をしなさい。返事がありません。聞こえないんでしょうか。金星の世界に殺そうとテレコマンか。カトちゃん、セクハラを恐れて、わらわら。よし、じゃあ隣の部屋だ。書斎、書斎を見てみよう。ギブスンの書斎です。
あ、これはひどい荒らされようです。一体誰が？スナッチャーだ。奴らは何かを探しているんだ。めちゃめちゃに荒らされています。ディスプレイが割られています。貴重な骨董品なのに。ショートしたんでしょう。焼け焦げた跡があります。こいつはまずいぜ。こいつはまずいぜ。硬質レザーがズタズタになっています。中綿の羽毛が外にはみ出しています。何もかも破壊されています。この室内の様子だと何かを探してたようだな。何でしょう。わからんが俺たちの探しているものと同じかもしれん。何もかも破壊されています。スナッチャーは犬が嫌いなのにかと。完全にアウトです。おかしくないですか。ギブスの残しておいたディスクを見ておいてよかったですね。犬が嫌いたんだけで、ただ嫌いというだけですから逃げるわけじゃないんですよね。スナッチャーね、奴らデータを隠そうと。あくまでギブスンのデータによると苦手なのは太陽光だけですからね。ディスクからは読めませんが、私のメモリーに記録されていますから大丈夫です。最後の PC68 だったのに貴重なハードだったんです。鋭い爪のようなもので引き裂かれています。奴らはあの病院の場所がどこかバレるのを恐れているんだ。その手がかりをカトリーヌは見つけたんですね。おそらくな。数本の切り口が平行しているところを見ると何かの爪で裂かれたようです。ナイフとかではありません。カトリーヌ、カトリーヌいるかい。俺がギリアンだ。返事がありません。聞こえないんでしょうか。聞こえないはずはない。この家2部屋しかないんだ。カトリーヌ、カトリーヌいるかい。俺がギリアンだ。返事がありません。やはり何かあったんでしょうか。何かあったに決まってる。裏庭だ。裏庭に出てみよう。アリスがいるはずだ。犬が…裏庭です。おや、アリスがいないな。アリスも行方不明ですか。あたりには誰もいないようです。聞こえたから出てこないのだろうか。暗闇には何も見えません。暗視センサーにも映りません。変わったところはありません。何もいません。いや、なんか地面に落ちてるぞ。あの地面だ。地面を調べるんだ。あ、首輪が落ちています。何か引きずったような跡もあります。アリス、アリスがつけていたマグネットリングです。磁場を利用してギブスン家から出られないようにしている首輪です。登録番号が彫られています。これはアリスのものです。変わったところはありません。少し静かすぎますが。この庭はどこにもつながっていないな。アリスにとってここは閉鎖空間だ。人間ならともかく、アリスがここから書斎を通らずに外へ出ることはまず考えられません。胴体反応、赤外線反応ともにありません。引きちぎられたような跡があります。アリスはドーベルマン犬だ。簡単にやられるような動物じゃない。相手が人間であればの話です。この切断面は異常です。アリスの力ではこうはなりません。アリスなら聞こえるかもしれん。呼んでみてください。アリス、アリス、おいで。出てきませんね。本当に何かあったんでしょうか。カトリーヌ、カトリーヌ、いたら返事をしなさい。返事がありません。やはり何かあったんでしょうか。アリス、どこだ。出ておいで。いる気配はありません。意外と人懐っこい犬ですから、いれば出てくるはずです。アリス、どこだ。出ておいで。いる気配はありません。意外と人懐っこい家ですから、犬ですから出てくるはずですよ。書斎に戻ってみよう。ギブスの書斎です。めちゃめちゃに荒らされています。はくしょ。リリアン、そのくしゃみが。
頭脳すぎか。待ってください。この部屋の空気を分析してみます。分析終わりました。ごく微量ですが、スノースギ反応があります。ここにスナッチャーが来たことは間違いないですね。通信には支障は？それは大丈夫です。通信障害を起こすノードではありません。カトリン、アリース、カトリン、カトリン、アリース、アリース、今に戻ってみよう。誰もいません。人だけがいなくなったような感じですね。オルゴールになっていますが、中には何も入っていません。カトリン、アリース、まだこっちでやってんの。おっ、胴体反応があります。気をつけてください。窓の外からです。あっ、アリス、アリス、ズタズタに引き裂かれています。もう助かりません。スナッチャーの仕業でしょうか。ひどいことをしやがる。うわ、カトリン、カトリンはどこに。この現場処理はジャンクに任せるとして、アリス、私たちはカトリーヌを探しましょう。ずっと、この部屋の嵐に。悲しいな、美味しそう。まだスナッチャーは探し物を手に入れてはいないようだ。そこは無修正難解。無修正なんだ。カトリーヌはまだ無事ということですね。カトリーヌが捕まっていれば、これだけかき回す必要はない。なるほど。カトリーヌがそのブツを持って逃げたと。原作に忠実。ここはね。奴らより先にカトリーヌを見つけたぞ。とにかくトライサイクルに戻るぞ。怖い。許さんぞ。ジリアン、早くカトリーヌを探し出してください。家に帰るのはその後です。許せん。ピクピク。ジャンカ本部か。それではジャンカ本部へ向かいます。許せん。てめえらの血は何色だ。てめえらの血は何色だ。許して、こんばんは。はい、ルドさんいらっしゃい。許さんぞ。ジャンカー本部に着きました。どうします。フロントです。おかえり、ギリアン。またあなたの無事な姿を見れて嬉しいわ。どう、カトリーヌとは連絡が取れて。取れないんだ。前から不思議に思ってたんだが、君みたいな人がどうしてジャンカーに。難しい質問ね。きっとハリーやあなたと同じ理由よ。見ちゃダメよ。アリスが惨殺されてカトリーヌが行方不明なんだ。ミカ、どうしたらいい。ねえ、カトリーヌは無事よね、ギリアン。絶対。またセクハラタイム。ギリアン、お願い、カトリーヌを助けて。助けようにも。部屋の状況から考えると奴らは何かを探していたようなんだが。ねえ、カトリーヌは無事よね。以上です。会話ならないな。ギリアンって。カトリーヌを探して、ギリアン。ミカちゃん混乱してますね。ミカちゃん混乱してるね。ちょっとカトリーヌ、彼女知り合いも少ないだろうし、どこにいるんでしょう。カトリーヌ探してちょうだい。それは分かってるんだけど。彼女が行きそうなところって限られてるはずよ。カトリーヌ探して、ギリアン。それが全然、あれから連絡ないの。なぜ連絡をよこさないんだ。彼女しっかりしてるから、何かあれば連絡してくるはずなんだけど。彼女、ここのビデオ本番号の他にはどこか連絡先よ。局員のナンバーは知らないはずよ。あなたは。ギリアン、カトリーヌに住所を教えませんでした。そうだ、俺の教えである。ということは俺の家だな。俺の家だ。どこに行きますか。いや、その前にセクハラだ。
え？ギリアン、しっかりしてよ。シティの運命はあなたの手にかかっているのよ。え？時々不安になるんだ。明日はこうして君の顔を見られないのが、見られないのかもしれないってね。バカね。大丈夫よ。その前に。どうしたの？難しい顔して。操作が難航してるのね。カトリーヌを助けてね、ギリアン。ギリアン、私を疑ってるので残念だわ。これ同じか。ほら、ここかな、カトちゃん。あ、カトリーヌ？というのは冗談です。すみません。何してるの？この中は一人しか入れないわ。一人用なんだ。よし、セクハラ終わり。じゃあ、私の家に帰るぞ。ギリアン、行ってらっしゃい。わらわら。ギリアン、あれ？家にいると思ったんだよ。アルタミラ前に行かないとダメなの。それではアルタミラ前へ向かいます。家にいる。先にここでフラグ立てないとダメなのか。フラグ立ては重要です。よし、降りましょう。アルタミラ前です。カトリーヌを探してみましょう。この間よりクリスマスムードでごった返してます。クリスマスや年末向けの商品がディスプレイされています。カトリーヌが好きそうな服もたくさん並んでいる。カトリーヌはいませんね。あ、あれはカトリーヌがいたか。いえ、人違いでした。あ、あれはやっぱり違いました。カップルや家族連れがクリスマスの雰囲気を楽しんでます。カトリーヌは見当たりません。カトリーヌはいないようですね。他を探しましょう。もういいのか。街が日に日にデコレートされていきますね。ショーウィンドウの近くにカトリーヌはいません。カトリーヌは見当たりませんね。よし、繁華街を当たってみよう。メダル、彼女を見逃すなよ。わかりました。カトリーヌを見逃すもんですか。ダメだ、全く見当たらん。いないようですね。カトリーヌはいないようですね。他を探しましょう。いや、これでいいのかな。ここにはカトリーヌは来ていないようだ。他を探そう。よし、じゃあオレンジだ。オレンジ行こう。一度家に帰ってみよう。そうですね、近場を探してみるのもいいかもしれません。よし、行くぞメダル。了解、ギリアンの家向かいます。あっと、時間か。おっと、じゃあちょうど私のギブスン家で、ギブスン家じゃない、ギリアン家で終わりですかね。来週ですね。カトリーヌセクハラタイムですね。ギリアン、あなたのマンション前です。明かりがついてる。あれ、俺の部屋に明かりがついてる。またセクハラ宣言だよ。変だな、確か消して出たはずなんだが。まさか、あなたの部屋までスナッチャーが。まさか。やさがしか。まさか。家には証拠を置いてないはずだ。はい、ご視聴ありがとうございました。 PC エンジンミニ版スナッチャーは毎週カーボクやってます。来週の火曜日はこのギリアン家のおつでした。ね、探索でございます。もしや。おやすみなさい。はい、おとすみなさい。おつでした。おつ。おつです。おつ。おつでした。はい、おつでした。おつです。おつ。はい、おつです。はい、おやすみ、すなっちゃん。おつっちゃ。おつでした。はい、おつでした。おやすみなさい。おつでした。おつでした。